鈴木明天保8年6月6日は、江戸時代後期の受学者、国学者。陽名は常吉。通称は常助。字は宿吉。は割屋。明は明の遺体あ座。言語四種論、画語音成功、活語断続府のいわゆる三部作を表し、国語学に優れた業績を残した。鈴木明の墓法歴14年3月3日。 尾張国加須ガ郡軍指大村に、医師、山田十三の三男として生まれた。明和八年、庭義時に支持し、安永四年、大内雄二の皇帝、市川革命に入門した。若年より名を広め、安永七年、十五歳にして、頂上人物四分園文に掲載される。天明元年四月、父、十三の実父鈴木絵門の家督を継いだ。天明三年、 終わり半々校明倫堂開校に伴い、正し学細い編集に入校を進められたが、断った。この頃、諮問録を表し、新井白石、祭蘭遺伝を称するなど、国学や蘭学へも興味を示した。天明五年には、元織のりの諸著作や彫意、発音録を、書者、言語学にも関心を見せる。完成元年江戸に出て、 お牛空の受賞や中国の印象に触れた。完成4年2月、石原正明に次いで、元織のリ長に入門、以降、ノ長の名古屋訪問時には、講義を受け、完成6年4月下旬には、直接松坂に赴いた。完成7年2月17日、山田堺源氏、後目としてご近所組同心となり、同心長屋に偶居、以降たびたび1年間の江戸詰めに赴いた。 文化元年藩の記録書に勤務した。文化二年五代所町のハリー、勝田みゆ邸奥の別当に偶居し、元折のリ長の郷鈴の矢を真似て、リアと号した。文政四年終わり藩五十社に抜擢された。文政八年、平田篤種を藩に推挙した。天保四年、国学の流行により、明林堂でも国学が開校されると、その教授に起用された。 天保五年江川橋の新居に移った。天保八年六月六日病死。犯人は家徳相続のため十二日没として届け出た。墓所は久屋町西岸寺。現在は平和公園内に移されている。方号は道安院李山清志立子寺。利屋外館生前は公にはもっぱら儒学者として認識され、墓所でも主張として儒学者のみ上げられているが、 死後国学の発展とともに、国学者としての名声が高まった。明治以降、上田和俊、氏、星名光一等国語学者によって、言語四種論、画語音声功等の著書が評価され、昭和2年には、時枝元希は、鈴木明の国語学史上における位置を発表し、活語断続譜の評価が行われた。昭和42年、没後130年を記念して、尾張徳川家当主、 徳川義地を会長に、名古屋市鶴舞中央図書館、地文化財委員会、子孫、鈴木匠によって、鈴木明検証会が結成され、没後140年に当たる昭和50年6月7日には、鈴木明学会が設立され、機関紙文、博画、発刊、未刊著作の刊行等が行われた。使名は、鈴木明のザウの名、文な我なお人なりによる。 晩年の住居後に建てられたリア会館では、現在も定期的に研究会が持たれている。鈴木家は、熊野国像保住氏を外する、三河鈴木氏の一族であり、鈴木茂前旧世孫という鈴木重郎衛門、穂積城系が三河国日本議に到着し、その後作重郎、千女、四作、与一と続き、実祖父、養父の鈴木林衛門に至るとされる。 鈴木林江門は浪人となって名古屋に移り、その次男重草は、医師、山田重三の娘そのと、山田家を継いで重三を名乗った。二代目、重三の四男明は、鈴木林江門の養子となり、いわば一代相手、鈴木家に復帰したことになる。鈴木明の長男豊行は、山田家を継ぎ、鈴木家は、次男の工業が継いだ。工業には、 男子ができなかったため、清須藩勘定奉行三浦家より、向養子岩を取り、林の進む、安氏、天、匠と続き、厳冬手は、鈴木義弘、関隆寺、変、国学者著述相乱、森北書店、1943年、178p、ありがとうございます。